皆さんこんにちは、こんばんは、ふうです。本日、3本目の動画になりますが、少しなんですけども、フリーパラと、アイカツをしてきたので、その排出結果を、ご紹介したいと思います。最後までご視聴していただければ嬉しいです。最初は、プリパラの排出結果ですね。すいません、ちょっとバックミュージックの選択間違えましたね。はい、まあ気にせず見てください。はい、最初のコーデですね。焦って娘が限定コーデのライブにしてしまいまして、こちら持ってるんですけども、これしか選択肢がなかったので、こちらを、はい、選択しました。サイリムレアホットクラシック、ホットトリッククラシックサイリムワンピですね。今回来たのはこちらの、コスモさんの、あれですね、プリズムストーンの衣装を着て、アクセは別なんですけど、つけました。で、連続投入をして、こちらですね、ポンポンフルーティーイースターシューズ。こちら持っていなかったので、こちらにしました。はい。でですね、ガチャガチャを回して、こちらが出ましたね。はい。シルキーハート、ハートアイエンジェルヘアアクセ、レベル48ですね。こちら持っていなかったので、すごく嬉しかったですね。最近ちょっと、こちらアクセサリーとかのレベルは調子がいいので、すごく嬉しいですね。やっぱり、うちの娘結構運いいんですよ。私とか息子がやると全然くじとか当たらないんですけど、娘結構、確率が良くてですね。やっぱ、娘すごいですね。いつも思います。はい。今回ちょっと少ないんですけど、配置結果になりますね。友付けの方は、友付け交換所の方に置いて、お友達の1枚入れ、もらってきたので、今回は、何位です。で、次はアイカツですね。アイカツワンプレイで、カード2枚ゲットしました。で、排出台見ないでやってしまったら、第4弾のカードでしたね。で、一応、持っていないレアが出たので、こちら紹介したいと思いますね。第4弾のレアの、ブルーファータスカートですね。こちらのグミの色違いのものは持っているんですけども、こちら、まだ、持っていなかったもので嬉しかったです。あとはですね、トップスが持っていなくて、シューズはこの間ブックオフさんで購入したので、まあトップス揃えて、せっかくなので、あとアクセサリー揃えられたらいいなと思いますね。で、第5弾プレイできなかったので、またあと残り1ヶ月切りましたね。ちょっと頑張りたいと思います。はい。で、ですね。一応、排出結果の方は、今日の分は以上になります。でですね、まだ我が家第5弾のカード揃っていないものがありまして、一応、提供できるものでトレードできれば、ぜひお願いしたいなと思いますので、一応今の現段階で持っていないカードの方をご紹介させていただきたいなと思います。はい、最初はですね、希望カードで一応持っていないものですね。まずは、ひなきちゃんの、ビビッド騎士のプレミアムですね、は、我が家まだこちらのトップスと、シューズが配置されておりません。ボトムスとアクセサリーは持ってるんですけども、こちらをすごく熱望しております。で、こちらプレミアムは、提供できるのがこちらの、ココネちゃんのキャンディーハウスシューズがプレミアムなので、同じレートで、
交換できるかなと思いますので、もし条件の合う方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。続きましてはレアカードになりますね。レアは、キュートは全部揃いました。はい。で、まあ、キャンペーンに関しましては、ちょっとレートがまた変わってくるので、一応、今回は、まあ、ちょっと排出的にも、我が家もほとんどキャンペーン持っていないので、ちょっと難しいかなとは思うんですけど、一応我が家が、持っているのは、こちらのショーパンと、こちらのグレーテルフラワーブラウスなので、それ以外は全く出ておりません。で、交換できるものが、ちょっとキャンペーン同士のものがないので、もし譲っていただける方がいて、これから紹介するレアカードで良ければ、ご相談ください。あ、もちろんこちらのレアアクセは出てないですね。こちらなかなか難しいんですよね。何枚に1枚でしたっけ？結構本当に確率がなくて。まあこちらは、まああの、色違いのものがあるので、まあそれで代用できるかなとは思っていますね。あとですね、アクセサリー、ジュリちゃんのこちらのアクセサリー排出されていないので、同じレアカードでもし交換できる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。で、ですね、レアカードなんですけども、こちらですね、こちらのダークグリーンシリーズは、スカートとシューズがまだ配置されておりません。で、トップスは被りで1枚持っていますので、こちら提供可能です。で、シャフリアールコーデは、ボトムスが出ていません。ので、もし、こう、トレードしてくださる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。あとは、ですね。これかな。セクシーの、ジュリちゃんの、タイプですね。こちら、こちらローズレオパードコーデの、スカートとシューズがまだ配置されておりません。で、提供できるカードが一応、ガールズマジックキャミソールと、ガールズマジックブーツと先ほど紹介した。グリーン、ダークグリーンベルトップスのレアカードは3枚になりますので、もし条件の合う方いらっしゃいましたら、ぜひぜひお声掛けください。まあ、あと自力搬出もなんとか、半月ほどになってきましたので、時間を見つけてなんとかいければいいなと思っております。はい。一応今回は、プリパラアイカツ搬出結果と、第5弾の、希望カードと提供カードのご紹介をさせていただきました。ぜひぜひお声掛けいただければと思いますのでよろしくお願いします。はい、お知らせ毎回お知らせしておりますが、目指せチャンネル登録者様数50人ということで企画を考えております。あと、もう少しですね、本日現在で36名になりました。本当にありがとうございます。温かいコメントとかもくださり、本当に嬉しく思っております。はい、少し50人の光も見えてきましたので、ぜひ、企画をなんとか成功させたいので、実現させたいと思っております。はい。ですので、よろしければチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。はい。最後までご視聴していただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。&トレードよろしくお願いします。